こんばんは、鳥越さん。はい、どうも。今日はルーベンスの話をしたいと思います。はい。話ちょっと長くなるんですけどもね。うん。まあ、淡々とやっていきたいと思います。はい。こちら、ルーベンスですね。うん。自画像です。うまいですね。うまいです。生めかしいですね。うん、そうそうそう。肌の油までこう。いや、ルーベンスっぽい。皮脂があるんじゃないか。うん。これこれっていう感じがします。で、ルーベンスは、ちょっと、若い頃から、まあ、だいぶ頭が薄かったので、まあ、自画像いっぱいありますが、だいたい帽子をかぶってる、うん、っていう、ですけども、まあ、うん、まあ、どうでもいいことのような気がしますが、ああ結構大事なことなんですね。本人にとってで。本人にとって。誰にとって。でも、美術史家にとっても頭をどうするかっていうのが、こう、どうしても気になるみたいで、その話、紙の話が多いんですよ。まあ、ともかくとして、ルーベンスのこう人生っていうのは大変面白いので、はい、まあ、それを追っていく感じで、うん、そのルーベンスのその作品とか、こうどういうふうに勉強したのか、デッサンとか模写のやり方、技法とかの、うん、あとは材料とかですね。はい。の話も絡めていく感じでいきたいと思います。うん、はい、ですね。で、こちら私はルーベンスの作品の中でも結構好きな作品なんですが、はい。聖イグナティウス・デ・ロヨラの奇跡という作品です。うん、これはですね、まあ日本でこう画集とか、あとは日本作品とか見てると、ルーベンスってちょっと理解しがたいんですがね、うん、私もあんまり好きじゃなかったんですが、まあちょっと大学卒業してから、こう初めて大きな美術館に行って見たのがこの絵でして、ああ現物はね、現物ですね、うんうんうん、まあ、5メーターぐらいあるんですよね、巨大ですよね。これに、結構衝撃を受けた覚えがあります。あで、ウィーンの美術史美術館っていうところにあるんですが、ああ2階建てになってて、上が2階がこう海岸を主に展示してるんですけど、うんうん、こちらのですね、この、こう、ちょっと写真を見ると、まあ、入り口のとこ見ると、人がすごいちっちゃい、普通みたいにちっちゃいんですけども。扉が異様に、はい。相当でかいですよね。ですから、2階といっても1階がこう3階ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい高いんですが、それでこれ、こういう絵も入るんですけどもね。で、この聖イグナティウス・デ・ロヨラさん。まあ、あんまり知ってる人は少ないと思うんですが。私も初めて聞きました。はい。バロック芸術を語る上で、こう、外せない人物ですのでね。まあ、それは、おいおい、こう、ちょっとね、ね、うん、出てくると思いますがね。この人の名前だけ覚えて作れればと思います。はい、覚えにくいですけど、ね。イグナティウス・デ・ロヨラ。はい。で、こちら5メートルぐらいありますが、もともとはこの教会の祭壇画で高いところにあったんですけどもね、うん、美術館なのでこう近くで見れますが、はいはいはい、まあちょうど目線はこのぐらいなんですね、うん、でっかいですから、あの一番下のこの男の人が倒れてる、うん、衝撃的な映像が目線で、目線の高さなんですね、うん、で、近くで見れるんですが、うん、ルーベンスの絵って、こう、近くで見ると、どういう、こう、手順で描いたかっていうのが、ちょっと予想できる感じの、うん、まあ、絵の層の構造とかがちょっとわかる感じなんですけど、すごく、こう、効率よく、こう、描いてるんですよ。はいはい、うん。うん、まあ、下地があって、うん、その上にちょっと、なんか、茶色っぽいので、こう、うんうん、粗く描いて、とかって、なんかわかるんですが、はいはい、うん、それにしても、こう、うまいですよね。うん。うまいですね。で、向こうに、こう、まあ、遠近法的に、向こうに行く感じも、こう、ちゃんとできてると。うん。しかも、色もき、すごい綺麗に残ってますし。うん。足とかすごいですね。うん、これに、こう、こう衝撃を受けた覚えがあります。はい。で、この話はね、まあまあ、後にしたいと思うんですが、うん。ルーベンスの生い立ちからちょっと順を追って説明していきたいと思います。はい。私もよくわかっていません。はい。よろしくお願いします。で、ルーベンスはアントウェルペンを拠点にして活動しておりましたので、はい、うん、でね、両親もここに住んでましたので、うんうん、まあ、ルーベンスといえばアントウェルペンという感じですね、はい。アントウェルペンっていうのは聞いたことあります。はい。
ベル、今のベルギーの、ちょっと割と北の方にある都市ですけども。はい。で、これは現代の地図です。アントウェルペン周辺のね。うん。で、よく見ると、こう真ん中に、こう線が引いてあって、国境線ですね。はい、はい。上がオランダで、下が、ベルギー。うん。というふうになってます。で、主に、こう、下が、こう、カトリック教徒で、うん、こう、上の方のオランダの方が、プロテスタント側、というふうにね、うん、今はなっておりますけどもね。はい。まあ、ルーベンスの頃は、もう、争いあって、こう、殺し合いをしていた頃ですね。うん。大変混乱していて。で、まあ、両親アントウェルペンにいましたが、お父さんは、プロテスタントだったそうです、実はね。うん、意外ですけども。結構教養ある人で、うん、イタリアとかにも留学したそうですが、うん、まあ、カトリックからの迫害を逃れるために、ドイツに一旦移住します、うん。ケルンに行ったんですね。ですから、実はドイツ生まれなんですよ、ルーベンス、うんうん。で、まあ、ルーベンスが生まれる前ですけども、ドイツに行きまして、ケルンっていうところに、ケルン大聖堂見ましたけども、はい、うん、ケルンに行って、そこで、オラニエコ・ウィレム一世っていう人の奥さんの法律顧問みたいな感じの仕事を得ます。はい、それは、お父さんの方ですよね。お父さんの方ですね。はい。はい、で、まあ、ウィレム一世っていうのは、まあ、最初はスペインのカトリック側の、うん、カール5世とか、フェリペ2世とかに仕えたんですが、うん、やがてオランダのね、プロテスタント側の、こう、勢力の中心人物になって、事実上オランダ共和国の、うん、まあ最初の君主みたいな感じの人ですけどもね、うん、その人の2番目の奥さんの、うん、秘書になると、ところで働くと、うん。で、ジーゲンっていうと、都市にこの人が移ったんで一緒に行きましてね、はい、で働くんですが、この人と愛人関係になってしまうんですよ。うん、ルーベンスのお父さん。うん、あら。それが発覚して、で、投獄されるという事件が起こります。発覚されちゃダメですね。お父さんすごい。お父さん、ちょっとすごかったんですね。いや、すごい。もう、すごいし、今も昔も変わらないです。その秘書と、雇い主の関係って。うん、ルーベンスってね、ちょっと立派な人で、こう、びっくりするぐらい立派な感じなんですが、お父さんちょっと、すごかったですね。あ、で、お父さん、投獄されて、で、当時でしたら、ちょっと死刑になってもおかしくなかったんですけども、うん、ドイツのこう、当然そうでしょうと思いますけど、ね。でも、ルーベンスのお母さんの方は立派な人で、こう一生懸命こう、嘆願して、なんとか、ね、救ってあげてくださいっていうふうに言って、うん、まあ、そのおかげもあって、まあ一応、こう死刑を免れて釈放されるんですがね。お母さん、様々ですね。お母さんが一番偉いんじゃないですか。お母さんはすごい立派な人で、ルーベンスもとても尊敬してたと思うんですよ。うん、で、その後お父さんなかなか仕事できないですから、うん、お母さんが切り盛りして、育てるわけです。あ、立派ですね。で、まあ、シーゲンっていう都市で、はい、まあ、その後ね、ルーベンスが生まれたわけです。あ、で、まあ、ほとぼりが冷めてからまたケルンに移って、そこで、教育とか受けて、ルーベンスは育つわけですけどもね。うんうんうん、まあ、ケルンに移住して、そこに、まあ、そこの家でこう住んでたんですが。あ、まあ、やがてその家がちょっとね、重要な役割を果たすんですけども。あ、まあ、ほとなくしてお父さん死んじゃうので、うん、死ぬ前にこうカトリックに改宗してですね、うん、もう迫害を受けないようにして、うんうんうん、で、死んだ後、こう、まあ、再びね、お母さんと、ね、家族とこう、アントウェルペンに移住して、そこで生活を始めます。うん、まあ、戦争すごいしててね、で、スペインから来た兵隊がこう、まあ、市民を虐殺したりとか事件がいっぱいあって、こう、うん、ね、悲惨な時代でしたが、ちょっと安定してきた頃にこう移住
して、うんうん、でそこで、まあ、画家の修行をルーベンスが始めるわけです。あ、まあ、三人の親方の下でこう修行したらしいですけどね、最後の方には自分にの方向性が見えて、まあ、会う師匠を選ぶとかいろいろあったんでしょうけど、うんうん、最後の師匠がオットー・ファン・フェーンさん、はい、この人もローマとかにね留学したりして、うん、こうイタリアの文化を吸収、古典古代のね、うん、あの文化を吸収してきた人で、うんうん、まあ、ルーベンスにとてもふさわしい感じの先生だったと思いますけども、うん、でこちらで修行期間を終えて親方になった後、やはりルーベンスもイタリアの方に行きます、うん、勉強をするためにですね、例によってという感じで、はい、感じなんですかね。そうですね、あの、まあ、定番みたいな、あの昔の日本の洋画家だったら、まあ、洋行って言って、あ、まあ、行かなきゃいけない感じがありましたからね、はいはいはい、その時はこう北の方の人は、まあ、イタリアに行かなきゃっていう感じですよね、うんうんうん、で最初に行ったのがベネツィアらしいですね、訪れたのが、うん、でこちらがちょっとウィキペディアで見つけた地図なんですけども、はい、これがふさわしいかどうかわかりませんが、うん、まあ、15世紀なので100年以上前の話になっちゃいますけどもね、うん、イタリアってこうイタリアっていう国ができたのはつい最近のことですので、うんうん、それまではこうバラバラの小国がいっぱいある感じだったんです、うん、パッと見るとね、ミラノとか、まあ、ベニスっていうのがベネツィアですが、はい、あとは、まあ、真ん中のこう肌色みたいなところは、うん、教皇のところですね、うん、ローマとかあるところ、あとフローレンスっていうのがフィレンツェですか、はい、でこういう小国があって、まあ、特にルネサンスの頃はそこの領主とかがこう芸術家のパトロンとなって、うん、でそれぞれの、まあ、土地に仕えた芸術家がこう活躍したっていう話がね、いっぱいルネサンスの頃はあるんですけども、うんうんうん、でベネツィアに行ってそこで知り合った人のつてでこうマントバ公っていうところの宮廷画家になるっていう、こう職を得ますルーベンスが、はい、でマントバ公国っていう国、こちらの地図ですとベネツィアとミラノの間ぐらいにこう、うん、ピンク色のところがあるやつですかね、はいはい、三角形っぽい、はい、まあ、小さい国ですけども、うん、中心都市はこんな感じになってて、うん、面白いですね。川の中なのか、はい、湖なんですかね。川ですかね、うん。非常に美しいところっていう表現されることもありますが、はい、まあ、湿地帯でとにかく、うん、あの具合、体の具合が悪くなるっていう風に、まあ、芸術家たちの手紙によく書かれてたりするんですけどもね。で、このマントバ公国ですけれども、うん、こちら、ルネサンスの頃から芸術家のパトロンとなっていることでよく知られた国でしてね。で、特に有名なのが、マンティーニャ。これが、あの、仕えてたということで、知られておりますね、ルネサンスの頃は。これよく見ますよね。これはみんな知ってるでしょ。教科書に必ず載ってる。うん、教科書に載ってますね。遠近法の例、うん、例そうですね、短縮法の例のところでもしょっちゅう利用されますよね。これ結構画期的ですよね、やっぱり、うん、中世の絵と比べると。そうですね、こういう絵じゃないですよね、中世にこんな絵って。うん、やっぱルネサンスですよね、うん、ただ油彩画全盛の時に、油彩画がもう、 こう主流になり始めた時に、ああまだテンペラが描いてたっていうところはありますが、で、ルネサンスの頃に、ここの、こう、ね、あの、王族で、大変有名な人がいまして、ああ、イザベラ・デステっていう人ですけども、うん、マントバ公国の、隣にこう、フェラーラっていう国があるんですが、ああそこを治めてたのがエステ家っていう家系で、そこから来たイザベラ、そこから嫁いできたんですね。うん、エステ家のイザベラっていう。うん、感じだと思うんですが。あ、エステ系ね。はいはい。家ですね。で、そこでね、芸術家のパトロンとなって、
まあ、たくさんの作品をコレクションしたということで知られてますが、うん、特によく知られてるのが、レオナルド・ダ・ヴィンチに自分のこの肖像画を描かせようとして、うん、まあ、頼み込んでたらしいですけども、ああ、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチもここの国に訪れたことがあるんですが、うん、まあ、できたのは残ってるのは素描だけ。ああ、こちらの一番左側のやつですね、うん、まあ、ただ最近ちょっと油彩画が発見されたんじゃないかってい こうニュースは一応出ましたけどもね、うん、真偽はわからないですけども、うん、でも素晴らしい素描ですよね、なかなかね、うんうん、結構なんか他の絵と並べてもいい感じですよね、うん、そうですね。でティツィアーノもにも描いてもらってます。ああ、ティツィアーノは半世紀ぐらい後の人ですが、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチよりもね。ですから結構イザベラさんもいい年になってたんですけども、うん、見た目若いですね。そうですね。あの肖像画は若いんですが、うん、ティツィアーノって結構こう真実味のある感じの肖像画を描くんですが、うんうん、まあ最初こうリアルに描いたら、うん、気に入らなかったみたいで、うん、で若く描いてくれっていう風に書き直しをさせられたらしくてそれでね、ダ・ヴィンチよりもこう若いこの綺麗な肖像画になったらしいんですけど、10代にしか見えないです。そうですね、16、7歳を想定して描くという感じだったんじゃないかと思いますが、このような肖像画が残ったんですが、ウィキペディアを見たら日本語のウィキペディアがこの肖像画に最初出てくるんですけども、そこの下にこうバッチリとあの一回こう書き直しさせて、書き直させて40歳若く書き直させたっていうのが書かれてあって、なんかそのエピソードだけこう有名になってしまったというこう残念なところ。でもこう結構ね注文が多い人で芸術家は大変だったらしいですね。まあ昔は注文制作なんで、はい、こう注文主がこう全て決めるんですよ、うん、それはあのこう芸術家が自由に想像してっていう今の価値観と違ってこう、うん、お金出すんですから、はい、絶対なんですけども、うん、それでもこうすごい注文が多くて、うん、しかも詰め込みすぎてなかなか画家が完成させられなくてノイローゼになるとか、うん、まあ、そんな感じだったらしいですけどね嫌なクライアントですね。うん、でも、こう、一応、あの、ルネサンス好きのメイ君の一人なんですけども、うん、まあ、電気とかこういっぱい読んでたらちょっと嫌な気分になってきましたけど。いや、でも立派なこともしてるんですよ、うんうん。で、隣のやつはルーベンスが書いたやつですが、はい、ルーベンスが生まれる前にもうイザベラ・デステさんは亡くなってる。あの、ちょっと時代が違いますのでね。はい、ティツィアーノの作の模写らしいですけどもね。で、こう、パッと見た感じ、こう、ちょっと、同じ人物とは思えない感じで、うん、こう、やっぱ注文が多くて、ああ、うん、実像がよくわからない。ああ、ガルガンとかわかんないっていうやつですね。まあ、多分、レオナルド・ダ・ヴィンチが一番、もしかしたら近いかもしれません。うん、ダ・ヴィンチの当時はこの年代だったわけでしょ？はい。うん、一番近いんでしょうね。あとはもうあの今のプリクラみたいにこう。あ、携帯電話で撮るとあの、ああ、自動的にこうしてくれる。そう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 。的なやつですかね。ああ。まあそれはルネサンスの時代の話ですので、うん、まあいいんですけども、あの、伝統的にこうパトロン、芸術家のパトロンだった国ということでよく知られています。うん、